皆さんこんにちは。本日も宗佳先生の奥様のお手料理をご紹介いたします。本日は洋風のご飯になっております。とっても美味しそうですね。たくさんお野菜が使われておりまして、奥様とてもお気遣いいただいているなと思います。いつもありがとうございます。本日の洋風のお料理をご紹介いたしましょう。ミネストローネですね。わ、すごいたくさんお野菜が入ってますね。そして、鶏もも肉のワインソテー。あ、ワインなんですね。ケーパーが上にこうかけられているのがとっても美味しそうですね。あと、オリーブオイルで、オリーブとオリーブオイルがちょっとかかっている感じに見えますね。ヘルシーサラダ。エビと、これ柿とか、あとはジャガイモとアスパラも、お見受けします。美味しそう。あとは、キノコのマリネ。あ、キノコマリネにするんですね。あと、カボチャプリン。カボチャプリンもついてます。さあ、止まって、すいません、ありがとうございます。それではいただきます。それもですね、洋風でございますので、本日は返しを使いはなずなくて、召し上がいただいていきたいと思います。よろしくお願いします。ではまずですね、ミネストローネのお料理をいただきます。鶏もも肉のワインソテーですね。今日はフォークとナイフを用いていただきます。美味しそうですね。綺麗になんかちょっとクリスマスっぽい感じにもお見受けしますね。上にはこれはイタリアンパセリですかね。イタリアンパセリでこう化粧されてますね。いただきます。それではフルーツサラダ、ヘルシーサラダをいただきます。先ほど返しは使いませんと申し上げましたけど、ちょっと手のひらよりも大きいお皿でございますので、やはり返しを用いていきます。両手で持ちましたら、左手ぷかぷかと持ちまして、右手お箸の右側から3分の1持ちますね。左手真ん中持ちまして、右手から下に滑らせて、そしていただきますね。じゃがいもとアスパラと、あ、エビも入ってますね。エビと柿。これはですね、奥様はですね、よくですね、こうやってヘルシーサラダに作ってくださるんですけれど、マヨネーズとヨーグルトが入ってるような、そんな感じですね。いただきます。あ、おいしい。エビがプリプリなんですよ、いつも。はい、で、きのこのマリネをいただきますね。両手でお皿を持ちましたら、左手ふかふかと下から持ちまして、親指はかけませんよ。で、お箸右側から3分の1のところ取りまして、左手中指で真ん中を持ちましょう。右手上から下に滑らせて、そしてこういったおかずはですね、手前からいただきますのがマナーになりますね。きのこのマリネ、いろんなきのこが入ってますね。しめじ、マッシュルームですね。美味しいですね。バルサミコ酢かな、なんかそんな感じの味がします。それではちょっと早いけれども、デザートもいただきましょう。わー、美味しそう。かぼちゃのプリン、久々に洋風のちょっとお菓子をいただきます。わー、すごいですね、美味しそうですね。わー、美味しい、滑らかですね。少し生クリーム入っていて、リッチな感じです。表面にはですね、かぼちゃの種がちょっと飾られております。可愛くなっておりますね。はい、本日のお料理、こういったメニューになっております。いかがでしたでしょうか。本日もとっても美味しくいただいております。奥様どうもありがとうございます。皆様も、また来週も配信いたしますので、よろしければご覧くださいませ。ありがとうございました。